おはようございます。今日は意外に登ったことなかった御岳山、こちらに登っていきます。で、今ここはケーブルカー乗り場なんですけど、ケーブルカーは使わずに徒歩で行きます。ちょっと見えるかな、真っ白です。ただ一応晴れてくるっていう予報なので、楽しみに行ってきます。いや、登り始めてまだ10分なんですけど、汗だくなんかすごいつづら折りで、ケーブルカーが通ってるぐらいだから急斜面なんですよね。しかも舗装路で、なぜか車がいっぱい降りてくる。思ってたんと違う。乗せてくれ。登り始めてちょうど45分ぐらい。だんだんね、明るくなってきて、霧もなんか上に登ってる感じ。晴れてきました。結構ね、本当にきついんだけど、ところどころこういうな地名に関するうんちくというか知識があって、読みながらね歩くのもなかなか楽しいです。つづら折りの道を登り切ったんですけど、そしたら急になんかただの住宅街っぽくなりました。行ってみます。なんか全然登山っぽくない景色だったけど、普通にほら住宅あって、思ってたんと違うぞ。あれ、ここが御嶽神社の参道になるんですね。どうやら紀元前91年90年ぐらいからあるそうです。御嶽神社に着きました。念願の御嶽神社です。本堂はどこにあるのかな。ふくろカッパーじゃー、すごい立派な本殿です。拝殿っていうのか。御嶽神社。そしてね、晴れてきたー。やった、青空見えた。いやー、御嶽山山頂、ちょっと、参拝してきたので、まだ9時過ぎでしょ。早い。お腹もまだ空かないので、行ってみたかった、よいしょ、ロックガーデン行ってみます。すごい幻想的。この下に多分沢があって、なんかその沢沿いが岩がゴツゴツしてるのかな。なんかだいぶ前に友達が行ったよなんて写真を見せてくれて、なんだか楽しそうだったので行ってみたいと思います。ここから1キロって書いてあったかな。あれが噂に聞いてた天狗岩、なんか登れるらしいんですよね。登ってみたいな。怖いね。ちょっと行ってみますか。出てるから滑らないよ。よいしょ。あ、これ登んのいいけど降りんの怖いね。うわ、見てこれ根っこ、根っこ地獄。うわ、怖い。あー、かっこいい。あや、高所恐怖症にはやばい。あー、怖い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 。いい感じ。ロックガーデン着きましたけど、ガスが降りてきちゃって、マッチロケッケ。でもね、気持ちいいです。で、さっきね、20センチぐらいのイワナがいたんですけど、釣りしたくなっちゃうね。いやー、綺麗だな。どうしようかな。ちょっとお腹も空いてきたんで、ご飯を作ろうと思います。ちょうどベンチもあるし、ありがたい。すごいガスってきちゃったから、この後心配なんだけど。うん、おいしい。さあ、ご飯も食べ終わったので、冷えてきたし、ちょっとねパラパラ霧雨って感じになってきたので、早々に、戻ります。多分1時間ぐらいで、山頂にまた戻れるのかな。様子見て、下りはもしかしたらケーブルカーで帰るかもしれません。とりあえず残り後半気をつけて頑張ります。ただね、綾広の滝、あー、お天気がなー、無事にロックガーデンと、御嶽神社の分岐着きました。これで降りていきます。もうなんかね、ほぼ雨、木々についた水滴、雨粒がどんどん落ちてきて、雨です。バッチゲットしました。山参加。このバッチは結構集めてて、ここに御嶽山に来た理由の一つはこれでした。ケーブルカー乗り場まで行ったんですけど、ちょうど1本前に出たばっかりで、次が30分後だったんで、歩いて下ります。はい、無事下山しました。ちょうど1時だから、5時間待ってらんなくて、ケーブルカー30分待たなきゃいけなかったんで、歩いて帰ってきました。コースタイム下り50分って書いてあったけど、30分ぴったしで降りてこられました。いやー、残念ながらやっぱりまだ空は白くて一瞬でしたね、晴れたのね。でも念願の山ご飯も作れたし、いやー楽しかった。帰ります。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。よかったらいいね、あとチャンネル登録お願いします。あとよかったらコメントいただけるとすごく嬉しいです。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。ではまた。